さぎさんが真っ黒になっちゃってるね。なんで？だってね、うさぎさんだ。だってね、うん、雨いっぱいこんな降ってる時はね、こんなおじさんだよ。うん、くらいの雨だったらね、こんくらいの雨。亀さんいるんじゃないですか。うん、亀舐めてたの。はい、ふれあい広場やってまいりました。ウサギやモルモットが触れるらしいです。優しく抱っこしてあげてください。柔らかいね。なんか失礼します。優しく抱っこ。ウサギさん、うさぎさんです。うさぎさん抱っこしてます。はい、そんなわけでふれあい広場、うさぎさん触ってみましたという動画でした。バイバイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルは365日毎日動画を投稿しております。1本の日もあれば2本、3本の日、4本、5本の日もあるかと思います。なのでチャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。PC の方は今こちらに出ている登録ボタン、こちらを押してください。ポーン。タブレット、スマホの方はこの画面の下にあります概要欄、こちらの方からチャンネル登録お願いします。概要欄にはその他にも私がやっているブログ、 Twitter、 Facebook、 Google プラス、こちらのリンクも貼ってあります。この動画に関係する動画や、まあ、似た動画などもプレイリストもたくさん貼ってあるんで、よかったらその他の動画も見てください。今日も皆さんを笑顔にできているととても嬉しいです。ではまた会いましょう。バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルは365日毎日動画を投稿しております。1本の日もあれば2本、3本の日、4本、5本の日もあるかと思います。なのでチャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。PC の方は今こちらに出ている登録ボタン、こちらを押してください。ポーン。タブレット、スマホの方はこの画面の下にあります概要欄、こちらの方からチャンネル登録お願いします。概要欄にはその他にも私がやっているブログ、 Twitter、 Facebook、 Google プラス、こちらのリンクも貼ってあります。この動画に関係する動画や、まあ、似た動画などもプレイリストもたくさん貼ってあるんで、よかったらその他の動画も見てください。今日も皆さんを笑顔にできているととても嬉しいです。ではまた会いましょう。バイバーイ。